はいはい。なんかいいお疲れ様。ああ。ありがとう。持ってきてくれ。すごい。すごいな。でも食べ探したがこのままで置いてあります。これももう何十年経ってるのか。で抜けるところもあるけどね。やっぱりこれが下品的でいつも足りない。言ったけどな。今日もどんなことや。チャンスは作るけどね。はい、私、竹内さんとこ行かないか。あ、一人行っちゃって。この人今ちょうどその時なんだけど、自害をするくらいだったら俺のためにお父さんを撃ってくれっていうことを迫っているんですね。だから恋人の命かお父さんの命かっていうことですごい2択で悩まされている状態で、悩み苦しんでいる、のけぞってまで悩み苦しんでいる姿が描かれています。一つの言うてらばいいよ、ワーディンに伝えるのに。私も元々は実話を元にしたのだと考えられるのを、主人公はここにいる神谷幸太郎という男の子。幸太郎のお父さんと神谷という男が、それはそれは剣の腕の立つ男だったんですけど、あまりに腕がいいものですから、周りの男たちから妬みを買って領地を取って殺されてしまった。